ふるさとキッチンのコーナーです。浜好美さんとお伝えします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。夕飯のおかず、お弁当の一品にぴったりのメニューをご紹介します。さあ、今日は視聴者の方からリクエストをいただきました。長野市50代女性の方からです。浜さんの料理大好きです。酢豚の作り方を教えてということで、はい、今日のメニューはこちらです。はい、お手軽の酢豚を作ろうと思うんですね。これ揚げずに作るというのがポイントでして、揚げずに、はい、材料とか、まあ、はほとんど全部同じなんです。はいはいはい、だけど、うん、工程の中で揚げずに作るということですか。そう、揚げずに済むようになってるってことですね。はい、揚げるという工程は結構手間がかかりますので、 ね、その工程が省けるのは嬉しいですよね。はい、うん、はい、その他にもきっと浜さんならお手軽ポイントがあると思いますので、はい、作り方見ていきましょう。浜さんのキッチンスタジオでお手軽揚げない酢豚調理スタートです。はい、今回はですね、あのブロック肉ではなく薄切り肉を使うんですね。はい、あの酢豚といいますと大体こうカレーに使うようなブロックのお肉、はい、うん、これを揚げて使うんですけれども、まあ、今回は薄切り肉を使うということで揚げなくて済むという、まず一つのポイントですよね。はい、で薄切り肉一口大に切るんですが、あのこちらもあんまり薄いと扱いにくいので、しゃぶしゃぶ用のお肉とか、そうなんですよ、だからあの生姜焼き用とかそのくらいのものを使っていただくといいですよね。はい、はい、そして醤油と砂糖で下味をつけますが、うん、これ砂糖が入っているのは、はい、あのまあ、甘酢をこれから最後にで絡めるんですが、まあ、甘酢の材料と同じお醤油と砂糖ですね。これを下味につけておこうということですね。だからバランスがいいってことですね。そうですね、うん、はい、そして片栗粉をまぶしていきます。はい、でこれはあのブロック肉でも薄切り肉でもここまで全く工程は同じなんですよね。うん、はいはい、手間は同じということですよね。うん、さあここからです。はい、そしてもう一つのポイントですよね。こう人参も薄く切ってるんですよ。斜め薄切りです。もっと大きいイメージありました。そうです。普通はですね、うん、もっと大きくこうブロック状に切ってあとは茹でてます。でも今回は薄切りで、あの炒めることによって火を通すので茹でないということになりますね。ありがたい。あ、そうですね、はい。そして甘酢なんですが、ここもポイントがありまして、砂糖、酢、醤油、今回は大さじ3ずつです。はい、そしてそれと同じ分量のお水が大さじ9、うん、そして片栗粉も大さじ1と、うん、これすごい黄金バランスなんですよね。はい、これどういうことかっていうと、結局砂糖と酢と醤油は1対1対1、うん、であとはそれを全部足したもの、それがお水になるということですよね。うん、そういうふうに覚えておくと、あの中身の分量が変わったらその都度もっと多くしたりとか減らしたりとかすればいいですね。はい、そして甘酢あんの調味料は全部混ぜ合わせていきます。はい、ここには片栗粉も入っています。そうなんです、片栗粉が入っていますので一度に味が決まるということなんですね。うん、はい、そしてごま油で豚肉を焼いていきますね。揚げるんじゃなくってここは焼くで、ね、そうなんです、はい、ありがたい。はい、まあ、豚肉本来はですね揚げるんですが、今回は薄切り肉を使うことで焼いて、まあ、終わりに済むということですよね。本来の酢豚って結構な手間がかかるんですね。うん、そうなんです、一つ一つ調理をして組み合わせるというようなものなんですよね、酢豚って。そうですね、でもそれをまあフライパン一つで今回は作ってみようということですね。確かにそうですよね。はい、今のところここでフライパン初めて出てきましたが、はい、最後までこれでいくということですね。そういうことです。で豚肉取り出しますね。はい、同じフライパン。そうなんです調理、こう見てもいい色がついてますよね。確かに。さあ、あの人参なんですよね。はい、これ同じフライパンです。うん、はい、人参は薄切りにはしてありますけれども、一応最初に炒めて、あの火を通しましょう。そうなんですね、人参ってちょっと火が通りにくいので、はい、順番は守った方が良さそうですね。そうですね、はい、そして玉ねぎですよね。これ玉ねぎゴロッとしてます、ね、はい、そうですね、うん、これはまあ2分の1個8等分にしてるんですが、まあ、玉ねぎはね生で食べても美味しいので。そうだ、よく酢豚って生っぽいもの入ってますよね。あります、シャキ、はい、シャキッとしてる玉ねぎありますね。うん、ありますよね。うん、まあ、そんな感じなので、あのあまり大きさ気にしないで、はい、あのこのように切っていただければと思います。うん、そしてタケノコもですねもう茹でてありますので、はい、これを穂先の方は串型にしてありますね。はい、
そして甘酢あん加えていきます、うん、でここで甘酢あんによって煮ることもできるわけですよね。あ、そっか、ここでさらに火を通すことができるんですね。そして最後なんですが、うん、甘酢あんの中に豚肉とそれからピーマンも加えて、はい、これを絡めていきます、うん、ボリュームがすごい。そうですね、食べ応えがありそうですね。これね、このフライパン一つで終わっているわけですよね。その通りですよね。はい、はい、わ、美味しそうですよね。湯気もいっぱい立ってますね。豚って熱々で食べたいですよね、はい、まあ、でもちょっとね、冷めたら冷めたで美味しいんですけど、うん、そうなんですね、うん、これで完成になるわけですね。たくさんの食材を一皿でいただけるっていうのは、酢豚ってありがたいですよね。そうですよね、はい、栄養バランスがとてもいい、うん、一品になると思います。そうですね、はい、でさらに本来だったらこう茹でるためのお鍋、うん、揚げるためのフライパンといっぱい使わなければいけないところも、はい、ワンパン、フライパン一つでいけてしまいました。お手柄酢豚、はい、今回もご用意いただきました、はい、お酢のいい香りがします、うん、いただきます。どうぞ。うん、食べ応え抜群お肉はいかがですか、うん、はい、まず柔らかいし、もちろん、はい、あの焼いてて芯もしっかり通ってるし、はい、なんかこう物足りなさみたいなの全くないですね、うん、なるほどね、人参もちゃんと芯も通ってるし、はい、うん、あ、美味しい。いろんな食材の味がして最高ですね、うん、あと、はい、甘酢のバランスが酸っぱすぎなくて、で甘すぎなくて、うん、ものすごくバランスが取れてる感じがします。あ、嬉しいですね、うん、ぜひ皆さんこのバランスをですね、覚えておいていただくと、この組み合わせですよね、はい、あのどんな分量になっても美味しく作れますので、はい、じゃあさらにアレンジメニューもご用意いただきました、はい、こちらです。はい、こちらはですね、まあ、夏野菜の酢豚ということで具材が夏野菜に変わってるんですよね。でも甘酢あんは同じ、うん、そして黒酢の酢豚の方は酢が黒酢になり、そしてあとはですね、豚肉が鶏になっているということで、これも甘酢あんの分量同じですので、うん、もういかようにもですね、皆さんのアレンジができるということですね。今回はお手軽酢豚ですので、はい、皆さんアレンジも楽しんでみてください。作り方、ふるさとライブのホームページ、そして長野放送の YouTube でご覧になれます。ここまで浜好美さんとお伝えしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。